舞子さん帰ってきたみたいだな。話があるから事務所に戻ってこいってさ。もう帰っちゃうの？ごめん、でも必ずまた来るから。私もまた絶対に来るからね。うん、楽しみにしてる。またね。やっほー。舞子さん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか？まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。それより翼ちゃんのレッスン予約入れてきたわよ。レッスン？うん、ダンスと歌をね。翼ちゃんはアイドルとしてデビューさせることに決めちゃったから。正統派の青春派アイドルね。でもそんな急に？慣れろ翼ちゃん。舞子さんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。事件のことは？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたって舞子さんがビビビって来ちゃったんだから。うちの事務所でアイドルとして活動してたらキリアに会える機会だって増えるわよ。やります。即答か。即答だ。ちなみに歌とダンスのレッスン、いつきくんも一緒に受けてくるのよ。え、俺もですか？うん、芸能の能力を高めることはミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつきくんにも意味があるのよ。それはどういうことですか？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力に？そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神の力を身に下ろす、ひょっとしてミラージュマスター？ええ、マスターがミラージュの力を使う原理は能の神下ろしに通じるものがあるの。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば神下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても強いってこった。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達や水郷じゃないのよ。ま、とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。初レッスン頑張ってきてね。いつき、翼ちゃん、骨は拾ってやるぞ。なんで死地に赴く兵士を見送るような言い方？それは明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んであるから期待してなさい。それじゃ今日は解散。緊張する。
っしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどんなご用かしら。売ってくれるの？毎度あり。他に用はあるかしら。お買い上げかしら。毎度あり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 。他に用は？いかがかしら？いかがかしら。どうするの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 。他に用は。今後ともご贔屓に。うん。あなたがレッスンの先生ですか。シャラップ。まだ決めポーズの途中です。いきますよ。バッドのシングもグッドにチューニー。バリーグッドマン参上です。オリベ翼です。よろしくお願いします。あ、オーケー翼、私のことはバリーと呼んでください。はい、バリーさん。知ってる人？うん、何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから、いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストで、でもその人もっと痩せてたような。あ、翼、それは私で。何キロ太ったんですか。翼、ごめんなさい。
気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。ルンルン、昔の話です。それでは次、そっちの棒。青井いつきです。よろしくお願いします。マイコはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た子、エビバーディルーキーズ、頑張ります。いい返事ですね。今日の私はやる気十分。通常の3倍。知ってましたか、今日は秋葉で人気アニメディア魔女イロハのフィギュアが発売される日です。特典付きの限定版は少しだけ、出遅れるわけにはいきません。はあ、お宅の何が悪い。何も言ってませんよ俺。限定版買えなかったら大絶望。間に合わなかったら一気にも行列に並んでもらいますよ。わかりました。3倍でいいです。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから。本当はさ、ビシビシ行きます。何度言えば、翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません。いいですか翼、そつなく歌うだないって。今の翼の歌がそうです。それじゃ翼はもう芸能人です。プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟。それはダメ、私はお姉ちゃんを探した。翼の都合なんて私知らない。今の翼の歌は自分のための歌です。自分のためメッセージって。答えを聞いては意味がありません。いつきも翼が言われてるだけ。あ、はい。それではワンモートライ。ストップ。次も私のレッスンを受けたいならディアマジョイ。ごめん、いつきくん、私のせいでバリ。気にするなって、矢面に立ったのが翼だっただけだよ。アイドルって大変なんだね。もしかして綾葉さんのこと。うん、よくわかるね、いつきくん。まあ、なんとなく。お姉ちゃん、こんなに厳しい世界で生きてたんだなって、ガツンとやられちゃった感じだよ。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り全然見せなかったから。家にいる時はいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしててかっこよかったし。ああ、やっぱり私お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。諦めるには早いよ翼。まだ1回レッスン受けただけだし、バリーさんが勉強しろって言ったアニメだってまだ見てないじゃないか。なんで笑うんだ。だっていつきくんと2人で小さな女の子向けのアニメ見てる姿を想像したら。でも元気づけようとしてくれてありがとう。
そういうところ本当に変わらないよね。うん、私もうちょっと一人で考えてみるね。あ、お疲れ。お疲れ様です。あ、何？ダイタマでは助けてくれてありがとうございました。気にしなくていいわ。それよりさっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？ずいぶんへこんでたみたいだけど。バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。ま、それがバリーの仕事だからね。ね、一番近くであの子の歌を聴いていたあなたはどう思ったの？うまかったと思います。そこまでひどく言われるものではなかったと思いますけど。なるほどね。ね、あなたたちは。俺は違うけど、まあ、そ、そう。歌手の歌は言葉なのよ。え？歌手としての彼女は生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。だけど赤ん坊にだって感情はある。それを伝えるために彼らは泣くでしょう。あ、はあ。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。つまりレッスンの前に翼を泣かせればいいと。受け取りなさい。これは？それは私のライブのチケット。ライブ？あの子と二人で来なさい。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど。ん？いえ、何でもない。共演相手の剣谷代は超一流のアーティストよ。これからも。それじゃ、これからリハーサルだから。それにしてもすごい熱気だな。キリアと剣谷代の合同ライブだよ。当たり前だよ。キリアさんも言ってたけど、そんなにすごいのか。そのこんなライブ、畑中八房じゃなきゃ打てなかっただろうな。畑中八房。したい。大事そうに抱えた強がり。
よかった。